ラムです。ラムズキュン。どうも、映画チンピラジャガモンド斉藤だぜ。うわーい。どうも、映画バカゲニアンコです。パニュパニュー。お先にシネマ説明しよう。お先にシネマとは、まだ上映されていない映画を私たちがお先に試写会に行って皆様にお伝えするというコーナーである。おお、ラム博士、はい、来たよ。ということでですね、はい、今回見てきた映画はこちらです。ババン、初恋。出た、出ましたー。よーいいよ。見て、余命宣告を受けました久保田くん演じるボクサーがですね、ひょんなとこから、ヤクザの、うん、まあ三つどもえぐらいの、はい、ひどい争いに巻き込まれていってしまって、まあどうなるのかということですね、はい、でこちら、はい、見てきました。ありがとうございます。先にネタバレなしで私たちがちょっとレビューしていこうと思います。はい、これだけは言いたい、うん、題名とパンフレットに騙されるな騙されるな。初恋だよ、うんうん、ラブストーリーだと思って、そう JK が行くようなね。そうね、すごい、もうほんと青春、うん、青春の映画かと思ってさ、うん、ちょっとキュンってするような、キュンキュンするやつだろうなと思ったら、うんうん、ゴリッゴリの人気映画、イエーイびっくりしちゃった。びっくりしちゃうね。何情報入れないで見たから。そうだよね、ゼロ情報で行くとね。そう、私実はですね、V シネマとか人気映画ちょっと苦手なんですよ。あ、そうですよ。あ、そうだったんだ。じゃあこれが始まった途端、おっと大丈夫かしら。うん、はい。で、なんで苦手なのかっていうと、バイオレンス、まあグロいシーンは大丈夫なんだけど、リアルすぎて女の子のその性描写とかが結構ひどい描写、うんうん、なるほど。うわー、何見せられてんだろうって、はい、それ見せなくてよくないみたいな、うんうん、っていう気持ちでちょっと苦手なの、はい、どうしてもやっぱり、はいはいはい、でもこれはですね、ないですないですいい意味、ね、そのシーンはないのよ。はいはい、そうだね。だからなんか好きになった、うん、人気映画面白いじゃんってなった。あ、このジャンルを愛すことができた。ジャンルを愛した。人気映画にじゃあ初恋したということですねあら、ありがとうございます。まだね、出会いたてなんですけどかといって黒くないわけではありません。黒いです。そうですね、はい、あと性描写がない分、そういうのを匂わせる言葉とかそういうニュアンスは出てきます、うんうんうん、でもお話でしか来ないから、うん、なんかすんなり、あ、そういうことあったんだみたいな、ザーみたいななるけど、あの普通に見れました、うん、染谷翔太がやばい。寄生獣で好きだったやつ、はいはいはい、染谷さんの、うんうん、とはもうまたガラッと違った、なんだろう、ジョーカーみたいな役をこの中でされてて、結構みんなの演技力に見応えのある作品だなって思いました、うん、脇全部いいもんね。最高です。脇役にいいの、その人みたいな、ね、役がたくさんあって、あともう一つがベッキー大復活作品。そうねもうベッキー映画と言っても過言ではない。本当そう、ベッキーが言えるって思うの、はい、とてもいい味を出してて、てかベッキーさんってこういう演技できるんだっていう。そうだね、怒鳴り散らしてたね、うん、結構ぶっ飛んだ、裏にもぶっ飛んでるって書いてまあね、あの人気映画ですから、ちょっと臭いセリフも多かったりとか、はい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 、ね、いろいろ叩きがとか、うん、最後の方も ね、ありましたね、ね、あってとかいろいろありまして、悪くないなって思いましたねいや、あの収録中ですよあ、そっか。じゃあ私、はい、超絶に面白かったっすね。面白かった。これ僕、三池監督のセンスがめちゃめちゃ光ってるあー、でもそうね、三池さんらしかったね。もうらしさ満点、うん、もう暴力描写とかそうじゃない、うん、あの痛々しい感じ、うん、あー、これこれ三池さんと思って、うん、で、プラスさ、あのクスって笑えるブラックユーモアというか、極道ものだけどちょっとやっぱコメディ挟んでるというか、うん、なんか思わず笑っちゃうというか、うん、ストーリーがもう入り乱れるというか、うん、いろんなさ、なんか人物相関図がバラバラになったり繋がったり、ストーリーもバラバラになったり繋がったりって、もうなんかもうあやとりしてるみたいないろんな形作っていくじゃん、これすげえなって、うん、出てるキャラ全員が一人も欠かすことがない、うんうん、そうね、こんな形作っていくのってすげえストーリーだーって。そうね、なんか企みがあるじゃん、その企みが全員空振りになって
っていくじゃん、そう最初からね、そう何もうまくいってないもんね、気持ち悪いね、気持ち悪いままこう進むから、がいやもう面白くて、うん、全部の演出の下味がもう濃厚といいますか、うん、だからちょっとね、もう見応えがめちゃめちゃ全部あって、うん、三池監督の中でも結構上位に入るぐらい僕大好きな映画になりまして、うんうんうん、でもうたまんない痛快エンターテインメントおかまみたいになってる、ツーハンこのやっぱまあヤクザ人侠系映画、やっぱその東映といえばやっぱヤクザ映画、はい、どう見てもヤクザ映画に見えない初恋、しかもこれもオリジナルですよ、はい、脚本とかもね、あの原作じゃない普通、うん、もう東映でヤクザ映画撮るなら三池さんお願いしますっていうことで好きにやっていいよって撮った、うん、この映画なんやり放題だったけど、やりたい放題、もう三池節炸裂なんですよ、うん、だからそのもう広告に騙されるなっていうね、ラムちゃんのもそうだし、うん、こうなるだろうなって思う展開がもう全部裏切り、うん、王道の気持ちよさ求めてる人にはちょっと腹立たしいっちゃ腹立たしいかもしれないと思います。三池さんも飽きちゃったじゃない、そう多分三池さんもそういうなんか王道なものとか、うん、そういうものをあえて裏切りに行ってんだけど、うん、いやそっちなんかもっとそのまま行って気持ちよくさせてよって思う人にとってはおみたいな、うん、風にはなるとは思います。でひねくれ者にはと、うん、うってつけの映画だと思います。斜めに生きてる人はいいと思います、はいはい、やっぱああ三池節だなってなるのはやっぱその無駄に殺さないというか、うん、死ぬ人にちゃんといい死に方を与えてくれるんですよね、うん、このなんだろうパーン撃たれて死ぬだけっていうの全くないというか、うん、なんかこうあがきを入れる、まあもうなんか言えないけど、いろんな人がお亡くなりになるじゃないですか、はい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 、なんかちゃんと見せ場になってる死に方をしてるのはやっぱ三池さんらしいなというか、死体にも優しい、そうなんですよ、愛がある、愛がある、まああとはもうこの三池さん多分好きなんだろうなっていう、まあ面々のキャスト陣、うんうん、まあさっきおっしゃってましたけどベッツキー、ベッツキーさん、うん、言い方難しいけどベッキーが一番男らしいんだよね、あそうだね、そうね、あの人気映画なんだけどちゃんと仁義があるのは女の人たち、そうね、そうねっていう感じだし、これベッキーのこの怒り狂ったこのなんか青春映画見てんのかなって、この走りながら叫ぶみたいな、うん、裸足でね、そう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 、うおーみたいな、うん、もうあのおかずクラブにしか見えないんですよそのなんかそのそれがお前のやり方かっていうそのぐらいになんかベッキーさんがもう炸裂しているので、まあこれはもう見応えしかない、うん、あとねそう映画館でちょっとぜひ見てほしいなと思ったのは、うん、あの結構久保田さんとか特にそうなんですけど、あのゴモゴモ喋るんですよ、これわざとだと思うんですけど、あそのキャラクターの性格的にはっきり喋らない、ゴモゴモ喋ったり、うん、でヤクザ側の人たちの役者さんもこのいい意味でテレビ用に喋ってないんですよね、うん、低い声、うんでこう喋るから、うん、映画館で大きいスクリーンでちゃんとしたスピーカーでこうドスの効いた声を味わってほしいので、うん、DVD や配信は待たないで絶対に映画館に行っていただきたい。何送り込まれてきた、はい、回し物みたいないやもう本音ですよ、はい、はい、こちら初恋2020年2月28日公開でございます、はい、ぜひ見てください、見てくれよな、大好き初恋JK のさ、CM みたいな最高、めちゃめちゃラブコメ感出るよね、かっこいい、最高、久保田くんかっこいい、久保田くんかっこよかったよ、ね、かっこよかったよ、しおみさんかわいい